マッシュルームって炒めたらもちろん旨味がすごい出るんですが、生の食感と香り、これも非常にいいです。3分ぐらいだったら蓋開けます。うん、うまい。皆様こんにちは、イートキングコングです。今日はこちらマッシュルームと卵、この2つを使ってめちゃくちゃ美味しいマッシュルームのチーズオムレツ作っていきます。今日の一番のポイントはこれ、マッシュルーム。マッシュルーム、鮮度がいいものに関しては生で食べれます。ちょっとおしゃれなレストランとかに行くとサラダの上にスライスしたマッシュルームが乗ってると思います。じゃあ鮮度がいい、どうやって見分けんのってなると思います。簡単なポイント、まず見た目に綺麗、当然ですよね。傷とかもないし色も変わってない、めっちゃ綺麗。まずこれが一つ。あともう一つ、裏見れるなら裏見てください。ここです。軸があって傘があります。ここ傘が開いてないもの、これ鮮度いいです。時間が経っていくとここはね、どん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 傘が広がってここ空洞できていきます。そうなっていくと生食はやめた方がいいです。今回のはしっかり締まってる、なので生食できます。マッシュルームって炒めたらもちろん旨味がすごい出るんですが、生の食感と香り、これも非常にいいです。今日は卵を使ってその2つを味わえるめちゃくちゃ簡単なレシピ紹介します。それではいきましょう。それではまずマッシュルームの下処理からいきます。マッシュルーム裏返して軸が長い時はここを切ります。今日はね、まな板なしでやってますが、危ないのでまな板の上でやってください。ここは後で炒めるので置いておきます。スライサーをお持ちの方はスライサー使ってください。ない方は包丁でできるだけ薄切りです。もう3分の1ぐらいになったらやめます。はい、スライスしました。こんな感じ。スライスすることでもうね、香りがすごいいいです。それでは最初に落とした軸の部分と途中までスライスした残りのマッシュルーム、こちらをみじん切りにしていきます。この後炒めるのでみじん切りは大体でいいです。軽く切ったらもう少し細かくします。マッシュルームが切れたら玉ねぎ1/2個、こちらもみじん切りにしていきます。カットはこれで終了です。新しいボウルを用意して卵を4つ割ります。牛乳 20g です。卵よく混ぜます。牛乳を入れることで卵に水分が増えます。それによって一気に卵に火が通って固くなるのを防ぎます。もし牛乳入れたくないっていう方はお水でもいいです。これで準備終わりです。焼いていきましょう。フライパンで焼く場合は16センチから18センチの小さめのフライパンで焼いてください。今日はこちらです。ニトリのスキレット、蓋と本体別売ですが、これ2つセットにするとめちゃくちゃ便利。
ちなみにこのスキレットめっちゃ便利な理由、こんな動画上げてるので気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。今日はこれで焼いていきます。フライパンにオリーブオイルをひきます。ここに最初にカットしたマッシュルームと玉ねぎ、お塩ひとつまみします。塩を加えることで野菜から早めに水分が出ます。中火ぐらいでゆっくりとじっくりと炒めます。ああ、いい香り。水分がなくなってきました。ここまで来てもうちょっとだけ炒めます。水分がなくなってもうちょっと炒めたら色づいてきます。これで OK。 めちゃくちゃ旨味アップしてます。ここにバター 20g です。美味しそうね。はい、バターしっかり溶かします。バターが溶けたらここに卵を入れていくんですが、最近スーパーにこんなの売ってます。トリュフオイル。卵とトリュフはめちゃくちゃ相性がいいので、もしね手に入れれればこういうのを使ってください。実際これもね、ここにちっちゃいトリュフが入ってます。ある方はここにトリュフオイルスプレーします。それではここに卵流し入れます。卵を入れたら周りから固まってくるので、お箸で混ぜます。外から内へ、外から内へ混ぜる感じです。これぐらい半熟になったら火を止めて蓋します。余熱で卵に火を通します。3分ぐらいだったら蓋開けます。これで中ふんわり火が入りました。再度火をつけて裏面焼きます。このまま動かしてしまうと崩れやすいので、火をつけて裏しっかり焼きます。ただ蓋して余熱で焼いたので中はふわふわです。15秒ぐらい焼いたら蓋して裏返します。綺麗に裏返ったらこのまま滑らせます。火をつけて裏面も軽く焼きます。15秒ぐらい。はい、これで中ふわふわのオムレツ完成です。盛り付け。熱々のオムレツに最初にスライスしたマッシュルームを振りかけていきます。粉チーズです。ブラックペッパー。仕上げにオリーブオイルかけます。はい、これでマッシュルームのチーズオムレツ完成です。それではいただきます。まず食べやすいように切りましょう。
うわこれは美味しい。めっちゃくちゃシンプルなんですがめちゃくちゃ美味しい。卵に入っているマッシュルームのコク、うまみ、そしてこの生のマッシュルーム、これ絶品。うわ食感もいい。これはねぜひやっていただきたい。簡単なのにお店の味です。うーん、おいしい。めちゃくちゃおいしい。ちょっとしたホームパーティーとか人が来た時とか誕生日とかに、こういう料理を出すとね非常に華やかになると思います。スーパーで綺麗なマッシュルーム見つけたらねぜひ今日のレシピでこの料理作ってみてください。生のマッシュルームにきっと感動します。はい、ということで本日はマッシュルームのチーズオムレツをご紹介しました。今日の動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。ワイン好きな方はねもうこれたまらないと思います。ぜひ作ってみてください。